いちごる。こんにちは、プロゴルファーの市原達彦です。いちごる YouTube チャンネル始めました。このチャンネルでは自分が今までゴルフやってきた経験を生かしてアマチュアの皆さんの、お悩みを解決してレッスンしていきます。あと真剣なお話やマニアックなお話、ゴルフと関係ない、お話もさせていただくのかもしれないですけど、その時もお付き合いよろしくお願いいたします。でまず最初に今日は、自分はミニツアーを開催させてもらってるんですけど、そこで動画の、撮影などお手伝いをしてくださってる、菊池さんを紹介させていただきます。菊池さんどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。菊池です。菊池さん、はい、でこの間初めてラウンドを、そうですね、一緒にさせてもらって、はい、その時にティーショットティーショットがちょっとっていうか、そもそも、はい、だって市原さんもプロでしょ、はい、で一緒に回って姉崎の伊藤さん、はい、伊藤君、はい、伊藤さんもプロでしょ、うん、で、あと運営の山崎さん、もうアマチュアの大会出てるし、そうですねっていうお三方で一緒に回って、はい、だから、はい、一人だけなんか 倍以上ね打ってもうちょっと緊張しちゃったし、はい、はい、右に行くのが多かったですよね。ことが多いです。もう隣のホール、隣のホールまで行っちゃう右の。はい、結構アマチュアの方も最初ゴルフ始めると、はい、そういう右へのミスっていうのが結構多いと思うんですけど、はい、そのあたりを今日は次のラウンドに向けて、はい、ちょっと修正させていただけたらなという感じでちょっと始めていきましょう。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。最初に始めるものとしてはやっぱドライバーから、やっぱドライバーはまっすぐ行ってくれた方がアマチュアの方は気持ちいいし、ゴルフやってて楽しいじゃないですか、はい、だから最初はドライバーをのスライスを、菊池さんのスライスを直すっていうところから、うん、はい、やっていきましょう。はい、じゃあちょっと息をお願いします。はい、やはり菊池さんのスライスの出てしまう原因としたら、はい、ちょっと上げますよね。はい、上げて、上げたところから右に残って腕のリリースが全くクラブのリリースができないまま開いて当たってるっていう状態でスライスしてるんですよ。あ、体が右に曲がってるんですか。右に残って、はい、右に残って腕もこう腕の返しもなくて、リリースしなきゃいけないんですけど、ゴルフクラブって、はい、手の返しが重要なんで、ここで、はい、これもなくて手がこうやって出てっちゃう。で、フェースが開いてカット軌道でスライスしてるっていうのが今の原因なんですよ。はい、データにも表れている通り、はい、クラブパスの数値見てください。はい、これクラブの軌道なんですけど、-3.7。-3.7っていうのは、0度がまっすぐに対して、マイナスはアウトサイドインになってるってことなんですよ。はい、でこのフェースアングルの数値見てください、はい、6.9 度開いてるんですよ。で軌道がアウトサイドイン 3.7 でインパクト時のフェースの開きが 6.9 なんで、もうこれはもうドスライスしかしないっていう数値なんですよね。やはり菊池さんにやっていただきたいのが、一番最初にやっていただきたいのは水平素振り。水平素振り、はい、ちょっと一回自分がやってみます。こう普通に構えて、クラブを正面、もう真正面にこう上に上げますよね。で、ここにボールがあると仮定して、このボールを打ってあげる。このボールを打ってあげる。で、この時に気をつけなきゃいけないのが、ここでフェースが上向いて、ここで当たってから入れ替わる。フェースが下を向く。この動きが重要です。こっからフェースが上向いて、当たってから入れ替わる。で、あともう一つ。この右に残るのを直すために、最初はアドレスを少し狭くしてください。はい、で、かかとをちょっとくっつけるぐらいの、ハの字になる。で、首の付け根、振ってる最中、同じ場所にいるようなこともちょっと意識した方がいいですね。そうそうそう、首の付け根が
同じ首の付け根を意識して同じ場所に入れよう。入れ替える、入れ替える。ここで水平線、水平線、水平線で、これを徐々に下げていくんですよね。水平線、水平線。ちょっと実際にやってみますね。アドレスをちょっとハの字にして、アドレスして持ち上げて、水平素振りで徐々に下げていって、でこのイメージでここで入れ替える、でこのイメージでここで入れ替える。そうです、ハの字にして、ハの字にして、はい、でアドレスの位置を確認して、はい、上に持ち上げて、水平数字。そうです、そうです。あ、うまいっす、うまいっす、うまいっす。そうです、そうです。で、打ってみましょう。今のイメージ。はい。近い。もうちょい。そうです。お、お。お、お。いいじゃないですか。まっすぐ飛びます、ね、激減しま、あのストレスの度合いが激減しました、ね、え、もう何ですかこれ、え、はい、そう、あ、いいですね、いいですね。で、手を入れ替える、そう、手をここで入れ替えることが重要です。そうです、そうです、入れ替える、そうです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 。で、それをイメージして、はい、お、トラックマンのデータもいいですよ。さっき当たった時のフェースの数値が 6.9 度でしたっけ、はいはい、開いているっていうさっき数値だったんですけど、マイナス 0.2 ってことはほぼゼロに近い、ほぼゼロ、まあちょっと閉じて当たってる、はい、ちょっとだけ閉じて当たってる、はい、もうめちゃくちゃいいデータですね。でクラブパスも 1.1、1.1 まっすぐに対してこのカット軌道が収まってるっていう状態なんですよ、ね、はい、できればクラブパスが1だったらフェースアングルも1だとしたらもうドまっすぐの球が出るんですよ、ね、ああ、ゴルフって面を、この面を意識して使ってくるスポーツなんで、はい、この面の管理をするためにもやはりこう水平素振りしてちゃんとまっすぐここに戻してあげる、インパクトの時にフェースがまっすぐ戻ってるっていう感覚を養うのが大事なんで、そのためにもやっぱ水平素振り大事だった。はい。じゃここに球があると思って、そうですそうです。開いて当てる。そうです。で伸ばす。そう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 。でこの手首のこの入れ替えが大事。ちょうど真ん中に来るようにするという。そうですそうです。それを癖づけるという。そうですそうです。ここまで。これをとりあえず、はい、やると、はい。そうですね。だから週何回ぐらい菊池さんに。2回か3回。でだいたい200球か300球ぐらい。最初、まあ、あのストレッチしてもらって、最初の30球から50球をドライバーでこの練習をした後に、普通のアドレスでアイアン打ったりとかアプローチ打ったりとか、同じドライバーと同じイメージでいって、それで練習していくのがもう100を切る一番の近道だと思うので、ちょっとやってみてください。じゃあとりあえずこの体の軸、そうですね、軸、水平素振り、アドレスを狭くする。その3つ。その3つ。はい。を、あの、意識して。そうですね。じゃあ来月連れてもらうときとかに、ちゃんと。そうですね。ちゃんと、あの、100切れるように。100、来月切ったらすごいですね。じゃあちょっとガチで。そうですね。ちょっと言う。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。このいちごるチャンネル、これからどんどん、いろんなコンテンツをアップしていくので、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。でもあれですよね、どうも、一応、はい、僕だけじゃなくて見てくれて、はい、これぐらい教えてほしいっていうのがあったらコメントいただいて、あ、もちろんです、もちろんです、コメントいただいて、はい、まあ、練習場来ていただいて、レッスンさせてもらうので、はい、どんどんコメントだったりいただけると嬉しいです。じゃあ見てくれてる人がどうしてもこれが治んないって、
出てもいいよっていう人がいたら、ええ、コメント欄とかで連絡くれれば、あ、もちろんです、もちろんです、まあ、全員は無理ですけどね、はい、あのタイミング合う人は、うん、みたいなところもあるということなので、うん、ぜひ、はい、あのこれが治らない、どうしても治らないから教えてっていうのがあればですね、うん、コメント欄に書いていただいて、うん、あの市原さん、市原プロが教えてくれるということなので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いちごる